はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は遊戯王マスターデュエルの動画撮ろうと思います。ということで、まあ前回、撮った動画でね、なんとなく話したんだけど、今までね、マスターパックばっか開けてたんだけど、カードの種類が多すぎて、全然ね、マスターパックから出てきたカードで適当にデッキ組もうとしてもね、なんか、よくわからんということで、もうちょっとね、カードの枚数入ってるの絞られてる、こっちの上の2つのどっちかをね、今回引いてみようかなと思います。ということで、とりあえず、使いやすい協力カードや協力テーマのカードが、入ってますよと書いてあるこっちのストルワートフォースって方をちょっと引いてみようかなと思います。はい、じゃあ行きましょう。行け来い。虹色に光ってるパックはないが、いわゆるね1枚ぐらい出てほしいかなと思いますが、どうでしょう。ほい、一発目は何もなしかな。あ、サンダードラゴン。相当のサンダードラゴン、これ知ってるわ。さすがに、結構古いのも入ってんだね。さあ、何が出る？お、これは、サラマングレイトガゼル。ほーん、知らないな。まあ、後で見ときましょう。お、もう一個あった。クロノグラフマジシャン。ペンディラムか。ペンディラムはね、よくわからないので、一旦はすると。はい、また光ってますね。なんだ。スピードロイド、ベイゴマックス。あー、なんだこれは。なんか SR なんちゃらのシリーズみたいなのが、今まで開けたパックにもあった気がしたので、あー、開いちゃった。まあ、それ系かな。お、今回は、カットイン入りましたね。まあでもこのカットイン全然、カットインがあったところで何もなかったりするので、これなんかさっきからよく出てない？リリカル、ルスキニア、コバルトスパロー。あー、スズメか。へー。おっと。イルミラージュ、ウサギ。あ、なんかこれシリーズがあるんだな。リリカル、ルスキニアっていう。バードコール。トリデッキか。へぇー。使いやすいカードが入ってるって聞いたけど。お、UR、来ましたね。お、あ、これなんか見たことある。表紙で。あ、しかもなんか光り方がすごいぞ、これ。なんか前にも1枚だけこういうのあったけど。へぇー。これなかなか当たりなんじゃない？黄金鏡が言えねえ。黄金鏡エルドリッチ。アンデッド。このカードの1、2の効果はそれぞれ1ターンに1回しか使用できないよと、手札からこのカードと魔法トラップカード1枚を墓地へ送って、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを墓地へ送る。ん？どういうこと？墓地へ送るだけ？このカードが墓地に存在する場合、自分フィールドの魔法トラップを墓地へ送って発動。このカードを手札に加える。その後、手札からアンデッドモンスター1体特殊召喚できる。自分も出せるのかこれは。この効果で特殊召喚したモンスターは相手ターン終了時まで、攻守が1000アップして効果では破壊されないよと。あー、なんか2個目の効果は強そうだな。へー。まあまあまあ、パッケージのモンスターのなんかキラキラしたやつゲットできたら、これはまあ当たりでしょ、今回は。お！まあ、金色になったけど、だからといって、まあまあまあ、最後に1枚。お！あ、1枚メモだった。トリオンの小悪魔。小悪魔じゃなくて小悪魔なんだね。ちょっとうまく発音できてなかった気がするけど、まあいいや。はい、次にツイスター。手札1枚捨てて、2枚破壊か。はぁ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 。なるほど。はい、ここはちょっとあ、空振りでもなかった。でも、ペンデュラムか。クロノグラフ、あれ、さっき出たやつか？これもなんかよく出てるな。エレメンタルヒーロー、プリズマ。エレメンタルヒーローは知ってるはずだが、プリズマ、これなんだっけ？はい、次。
ここは空振りかな。ラスト2パック、空振りが続くな。あ、バブルマンだ。エレメンタルヒーローバブルマン、これね、なんかアニメと効果違うんだよね、なんとなくなんか使いにくかった気がするけど、まあ後で見ときましょう。そしてラスト1パック、カットインが入るが、どうだ。あー、 OK OK、 URR ね。さあ、まずは SR から。これはなんだ、光の五風霊剣、五風剣じゃないんだ。1000ライフ払って、その攻撃を無効にすると、相手ターンに墓地のこのカードを除外して発動、このターン相手は直接攻撃できない。ああ、なるほどね。まあ攻撃防ぐ意味ではで、もう1体はまたか。あれでもなんでニューついてるんだ、違うのかな。クロノグラフマジシャンだったよね。まあいいや。でラスト、はい、オルターガイスとマルチフェイカー。はー、UR だけど星3つで攻撃力とか守備力もそんなに強くないので効果が強いのかな。このカードは、まあ、1、2の効果1回ずつだよと。自分がトラップ発動した時に、このカードを手札から特殊、ああなるほどね、トラップ使うだけで、出せますよと。このカードが特殊召喚に成功した場合にデッキからオルターガイストマルチフェイカー以外のオルターガイストモンスターを守備表示で特殊召喚する。ああそういう感じなんだ。へえ。まあだからやっぱり専用デッキとかじゃないと活躍できないのかな、これは。はい、UR はね2枚でしたが、このキラキラのキラキラのやつは当たりでしょう。黄金鏡エルドリッチ。へえ、なるほどね。まあこれで気になるシークレットパックが出たらそっちを2回目は引いてみようかなというふうに考えてたんですが、ちょっとピンとこないな。そうね、じゃあちょっと、今回はねまた、イベントのやつでねゲットしたレガシーパックとエクシーズリワードを引いて終わりますか。いきます。あれ21枚もある。まあいいや、じゃあ10パックだけ開けましょう。とりあえず今回、まあこれは2枚ずつなんでね、さっさと見ていきましょう。ほいほいと。お、岩石の巨兵じゃん。なんかレガシーパックが開けてて楽しい気がするな。知ってるカード結構出てくるから。はい、お、 SR、 あれないんかい金だから SR あるかと思ったのに。まあない時あるけどね、8パックのやつでも。あ、こいつ知ってる、一撃必殺侍だ。それは懐かしい、三つ首の義堂って言ったな。ほいほいと。ん、本の精霊フォークビショップなるほど、まあレガシーでもペンデュラムって入ってるんだ。へえ。ほいほいと。なるほど、お、 SR、 あれサイバティックワイバーンいたね、こんなの懐かしいな。ほいほいと。あ、光のピラミッドだいや俺これ使ったデッキをね、実際紙で遊んでた頃使ってたので、あ、これはピラミッドで作りたいな、デッキ。あ、これに入ってんの、あれ。へえ。お、ダークネスギア知らなかったあ、光のピラミッド出た。これちょっと嬉しいな、地味に。また、残りの10パックはね後で開けましょう。こっちのエクシーズリワード半端4枚、こっち開けましょうかね。あー、光ってる。はい、こっちも2枚ずつなのでサクサクいきましょう。はい、お、さあ、あのね、パッケージの子は出てたので、ね、前回何が来るから。あーっと、この子は、始祖の守護者、ティラス
なるほどね。はい、あとで効果見ときましょう。ほいほいと同じの入ってんだ。さあラスト、ほいほいと、はい、あ、今見ようかな。始祖の守護者ティラス、レベル52体か。このカードの効果は、このカードのエクシーズ素材がなければ適用されないよと。フィールド上のこのカードはカードの効果では破壊されない。このカードが戦闘を行ったバトルフェーズ相手フィールドのカードを1枚選択して破壊する。自分のエンドフェーズごとに、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除くよと。なるほど。攻撃力2600なのはなんか2500が結構ね、いろいろいるので強そうかなっていうのね、前あのパッケージの子が出た時も言ったかなと思うんですが、そんな感じですね。はい、まあ今回はね、一旦ここまでにしておこうかなと思います。またね、次はねちょっとリバイバルオブレジェンズの方を引いてみて、ボーナスパックのねレガシーのやつも開けたりねしてみようかなと思います。いや、何気にね、光のピラミッドが一番嬉しいかもしれない。別に、強いわけじゃないんだけどね。ああ、でも、エルドリッチってやつの、キラキラも、まあ、当たりなのかな。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。ういしょー。